インターコンチネンタルさんの外観入り口こんな感じです。結構ね立派でございます、うん、ここにねシャトルバスがあるんですけど1時間に1本ぐらい出てるので、まあ、これに乗って品川駅であったり浜松町に行けたりもします。で無料のシャトルバスなの で明日タイミングが合えば乗って品川駅行こうかなと思います。中に、さまざまなラウンジであったりブティックであったりケーキ屋さんとかね、あったので、まあ、ちょっといろいろとプラプラしてみようかなと思います。レッツゴー。インターコンチネンタル東京ベイさんのクラブラウンジにやってきました。ラウンジの中は、まあ、こんな感じになっています。結構ね広いんですよ。で窓から、遠くの方にレインボーブリッジもねしっかりと見えます。アフタヌーンティータイムではワンプレート提供でした。紅茶は、カップのサービスです、まあ、クッキーやスコーン、マフィンにサブサンド、あと中にはあんこの入った水まんじゅうでマカロンなどもありました。ディナータイムのメニューは、コースとなっており、サラダ、スープ、前菜の盛り合わせで、メインの中華料理になります。で最後はデザートと、コーヒーか紅茶が選べて、でドリンク類はこちらのメニューから全て飲み放題です。朝食は3階に行きます。朝食会場こんな雰囲気ですが、まあ、かなりね広かったです。こちらが朝食メニューです。この野菜のスムージーが本当にね美味しくて飲みやすくて、何回もねおかわりしちゃいました。焼きたてパンも種類が豊富で全部食べ放題でした。で卵料理やスープなどもあって、もう本当にね盛りだくさん、もう大満足、お腹いっぱいでございました。シェフズライブキッチン、プレートの感じはね普段あのバイキングで使ってる感じだなって思いました。ごちそうさまでした。今朝食いただいてきました。はい、朝食はですねラウンジとは別でですね、うん、3階にありますシェフズライブキッチンというところの、うん、まあ通常本来だったら、まあ、バイキング形式のレストランなんですけれども、うん、まあ、朝は、洋食か和食から選びまして、うんうん、こちら2人とも洋食選びました、はい、で洋食からも卵料理、3種類、オムレツか、目玉焼きか、うん、スクランブルエッグかって選択肢だったんですけども、はい、まあ、オムレツが一番、まあ、いろいろと具材も入れていただけますし、うん、って感じでオムレツにしました、はい、ドリンクもおかわり自由です、うん、全てオーダー制で、テーブルに持ってきていただくけるんですけども、ボリュームがとんでもなく多かった。すごい。いやーすごい。まず、うん、最初のプレートは、うん、サラダ、うん、ハムとチーズと、うん、オリーブ。オリーブ。まあちょっとなんかナイトキャップ的なお酒に合う感じですけど、まあ全然朝食のサラダのお供にでもいい感じで、とヨーグルトと、うん、フルーツ、うん、そうですね、スイカとオレンジとグレープフルーツと、まあ、結構盛りだくさん、ね、うん、でメインのところにオムレツと、うん、温野菜、温野菜ですね、温野菜と、うん、チーズ、ポテトチーズ、うん、ミネストローネ、ミネストローネスープと、うん、ベーコン、ベーコン、ウインナー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 、うんうん、ウインナー2種類あった、あですね、うん、はい、と、うん、パンも食べ放題で、パンも3種類、結構ね焼きたてだと思いますけども、めっちゃ美味しかった。あのパンはおすすめです、うん、クロワッサンとパンショコラ、うん、小豆
小豆クロワッサン。パンを小豆。パンを小豆。ですね。うん。はい。もうね、半端なく量多かったです。多かった。と、スムージーね。スムージーね。野菜スムージーも変わりして。グリーンスムージーがね、すごく飲みやすくて。うん、もう、メインがバナナですね。うん、いや、美味しくてね、お腹いっぱいでね。うん、今ね、大きいです。はい、食べてすぐ寝たら、牛になるんだよ。ブー。ブブタや。はい、はい。というわけで、今からチェックアウトします、はい、でチェックアウトの際にですね、多分ラウンジで、一杯ぐらいコーヒーいただけるかなと思いますので、はい、まあ、それでちょっと目覚まして、うん、いやー美味しかった ね、うん、ね、ラウンジもラウンジのディナーはね、うん、思ってた感じのものではないものは出ましたが、うん、ボリュームはいっぱいありました、うん、そして美味しかった。多分僕しかいないと思いますけど、うん、おかわりできます、はいはい、かぼちゃのポタージュがね、うん、すごく美味しくて美味しかった。2人でおかわりしちゃって、うん、はい、なかなかあんなのね、うん、ラウンジで食えないですよ。そう、ね、はい、逆に言うと、うん、ラウンジで中華は出ない出ない、出ない、うん、し、あれどこ出身だろうって最初思ったけど多分シェフズライブキッチン出身のものかなと思います、はい、まあ味は美味しかったですよ、うん、はい、なので大満足なエイターコーチネンタル東京ベイさんでございました、はい、近くに近くっていうほどでもないですけど歩いて30分ぐらいで東京タワーもありまして、うん、昨日夜ディナーの後に、2人で歩いてきたので、うん、まあ、その写真も多分この辺にペッペッペッって載ってるかなと思います、はい、いや東京タワーもね良かったです。さすがにねスカイツリーはとてもじゃないけど歩ける距離ないですけれども、うん、はい、まあ、ちょっとしたお散歩、うん、直後のお散歩がてら行ってみるのもありかと思います、はい、いやインターコンチネンタル東京ベイさんもね良、うん、かったです、うん、はい、やっぱりインターコンチネンタルさんねスタッフさんがいいです ね、 ね、はい、うん、満足でございます、はい、ベッドもいいです、お部屋もいいです。本当に寝心地よかった、うん、もう一回寝たい。ではおやすみなさい。ダメだよ、帰るよ、帰るよ帰ります、帰るよ。ではまた次回の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ、バイバイ。